企画。仙岳してるでしょ、仙岳、今、15秒分じゃなくて、あれもね、これもう、編集してやるか、こう、皆さんに見せるか見せんか分からん、俺、ひょっとしたら、結構、な、あの時ね、俺、32、3歳ぐらい、うん、だから今からちょうど20年前ぐらいか、うんうん、で、与那国島ってとこね、沖縄県の、はいはい、で、ここの漁師と一緒に、いや、松谷さん、すごいから、せっかくは、連れてってあげるよって。その漁船でね、ちっちゃい与那国島でちっちゃい漁船をカジキ釣りの、それで与那国まで、与那国から尖閣行ったわけ、まあ、途中で保安庁の飛行機飛んできて追い返されて、で罰金払わされたけど、その当時ものすごく釣れるとこやった。今も全然釣れへんけどな。ほいでその後この辺でも釣れそうやけど、ほんで尖閣までたどり着かへんかったよ、大釣島まで。日本の保安庁に追い返されたわけや、日本の領土内で、それも変な話じゃないけど、中国に追い返されたわけじゃないんで、でその後1年後に台湾、今度台湾の連中は尖閣によく釣り取ったわけよ、フィッシングね、近いのね、ルアー、うん、近い、そうそう、で台湾から今度入ったわけや、尖閣に、はい、やっぱそこそこは釣れん、その思ってることは釣れへんけど、まあまあそこそこ釣れる場所やったわ。で台湾のフィッシングボート、フィッシングボートが大きな漁船や、それで台湾の連中ね、台湾のうちのお客さんと一緒に行って、で朝まだ夜が明ける前、船長が、船長って船に寝泊まりしながら釣るんやね、その船長で。で朝ね、アンカーって寝るんやけど、まあ朝フィッシング始める前にアンカーあげて、で夜が明ける前、大船団がぐー、旗、赤い旗ね、赤旗っぽいって漁船の船団の塊、もう何百隻よ、これがぐわーってきたわけや。どこの中国、中国漁船、すっごい数なんよ。もうそのだから台湾の置いとった漁師やらにしぼうてやけど、もう慌てて逃げる、やっぱ中国の漁船には勝てんのよ。ほんで、ね、日本の保安庁も空飛んでるわけや、俺ら。でも台湾のフィッシングボート、俺ら台湾の船やから手出されへんわけよ、ほんで、やってることって日本の保安庁っていうのは写真撮ってたわけ、永遠と、写真、ね、で、中国の漁船が来たら、大船団が来たら、その飛行機も、ヘリもおらんの、日本のヘリも。それが迫力、ド迫力。中国強いわけね。数がすごいから、もう数もすごいし、もうやり方がいるぜ、漁船のわけやね、ほんで魚を釣って帰るか、もう20年前、20年前で、そうやね、尖閣な、今、尖閣で誰もいないで、何が、人は、住んでないけど、実行支配するよ、じゃんなもん、中国って、中国のやり方っていうのは、基本的に実行支配ってことは、人が住むってことなんです、そうだね、だから、スプラットリー、これもフィッシングで何回も行ったとこやけど、南、南沙諸島ね、スプラットリーって言うんだけど、中国の海南島の下ね、だからベトナムとか、カボジャ、あ、まあまああの辺が、領土ね、もう全部実行支配されていく、要はもうそこに人の住んでないところに人を住まして、ね、住ますから、あいつら、だから尖閣なんか住まれたらもう終わりよ、もう、まあそうやね、もううちらのもんやってなるわけやから、まあ今日何の話でなんか分からんけど、フィッシングで、まあそういうとこ、よく行ってましたよと。南沙諸島なんかもな、スプラットリーってね、まあ、だからそういうところがもう全部中国の実行支配だん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 していくっていうね、だからまあ僕は本当思うんやけど、日本は一回中国にやられろと、もう一回攻めてこられろと、ほんで分かると。ただまあほんまにドンパチドンパチ言われるのは時代じゃないんで、経済で乗っ取られるわな。まあ沖縄あたりは分からんよ、尖閣取って台湾、まあ香港実際ね、もうほぼ併合や、香港、次は台湾よ、絶対でしょ、台湾の次は沖縄なんや、やっぱり沖縄言うてるわね、なんで、いや、それ欲しいのは当然よ、欲しいんじゃない、僕の考え方、これ見てると間違ってたら怒ってもらっていいけど、彼らは沖縄は日本と思ってない、もともとが俺らのもんやとしか思ってないから。みたいなね、それでは分からへんけど、ね、俺らが分からんだけなんよ、あそこはもともと俺らのもんやと、だから今も俺らのもんなんだと、ただこれもね、俺沖縄なんかで実際問題ドンパチドンパチじゃないから、もうこの先もう実際問題人間がいっぱい入ってきて乗っ取られると、経済的に実効支配されてもっていう形が土地買われて、中国人だらけになってしまって、
中国銀座になりましたと。でいつの間にかそうなってしまうっていうのはもう多分そうなると思うよ。一回目その時気づいたらええんやと思うんやけどな。それぐらいやっぱりあの生命力強いから。で、ほんで俺がフィッシングで行ったデンジャラスゾーン、ありとあらゆるとこ行ってるけども、例えばタンザニアのキルワとか、あとマフィアってところ、こういうあのほとんど人がタンザニアのやつも住んでないようなところでも中国人おるからみたいなね。もうアフリカね、もう中国文化、ただ助かんない、中華料理屋やってるから必ず。めちゃめちゃ助かんないけどないつやって空いてるかわからないの、中華料理屋やってるからね。なんか例えば例えば鶏肉入った料理頼んだら2時間かかるとかな、鶏捕まえに行ってんのかぐらいの勢いで長い時間かかるんだけど、どこでも中国人もおるから。なるほどね。だからたくましいんよ、そんだけ生命力、生命力が、ほんまに中国人のおらんのが世界中ないんでね。まあ日本もね、中国のね戦争したけどね、昔入っていたけどね、だからまあなあ、今実際問題のところやっぱりもうその中国人がじゃなしにやっぱり中国共産党、っていうのはやっぱり恐ろしいと思うわ、やっぱりな、考え方がやっぱりな、ね、ただまああれだけの実際人間がね、今何人おんの中国って30おる、おるでしょ。だからまあ実際何人おるか知らんよ、ただ実際問題沿岸のところの日本と経済レベルが同じぐらいって言ったら5億人ぐらいのもんでしょ、それに力ってるかも追い抜いてるっていうのは、それと奥におる20億とか25億か知らんけど、これ絶対分断するんだよね、本来やったら一つの国でそんなんでおかしいわけよ、そもそもかな。だからもう分断してしまうのか、もしくはそのなんていうの、他の国をこうやっぱり吸収していって経済的に強くなっていこうとするのか、もうその辺は何とも俺には分からんねんけど、まあ今でもかなりね、あの漢民族以外がねこう、おるからね、かなりまあ独立しようという動きはあるわね、ただな、共産党がやっぱり縛ってる限りがなかなか難しいっていう話もな。でまあ昨日か、今日何日、2月14日、昨日か、昨日なんかちょっとニュースで出たけど、中国のあの超高級車っていう車が日本に入ってきましたと、新車で販売始めますみたいなちょっとニュースで出たけど、車の名前が赤旗漢字で赤旗って後ろに書いてある中国の車、そうそう超高級車、いくらするのか知らんけど、なんかもうあのなんかのロールスロイスのパクリみたいな、まあこれおまけの話だけど、まあまあそんだけあのいろんなとこ行ってましたよと。でまあまあこれからはやっぱもうでも中国人どこでもいますよと、ね、いや、まあ、中国を考えて、やっていかんとあかんとけどね、日本もね。考えるって何を考えるの？中国のこうあの力というかね、だから、まあ、共同というか、ね、その辺を探ってね、まあまあそれはな、国の仕事なんで、政治の仕事だし、役人の仕事なんで、それは任しとったらええねんけど、まあ実際問題これじゃあ世の中どうなるのかって言ったら、今まで今日の大事な話の核心、今まではあの中国で作ったものは安く作れます、だから中国で物を作らす、あるいは組み立てさせて日本に入れてくる、そういうような形だったわけでしょ、今までのビジネスで。その前は韓国よ、ね、韓国作って入れてくる、で今やったらベトナムとかインドネシアとかいろいろやってるけども、もう中国ってそれだけじゃマーケットになってるわけですよと。でしょ、一大マーケット売る方になる、こっちが売る方になってきましたと。であと観光に関しても、まあ、コロナやったけど、コロナが終われば必ず観光客ものすごく数戻ってくると、でやっぱり日本は観光立国に絶対ならないといけないし、なるべきだしなりますよと。で我々がこの30年間経済全く止まってしまってるわけですよ、要は物価見たら分かるんですよ、そうでしょ、今までは例えばベトナム行ってもカンボジア、まあカンボジアまだ今でも少し行くけども、タイ行ってもね、物価が安いから日本の円を持って行って現地の通貨に換金して安く泊まれて、安くご飯食べれて、安く遊べて、買い物もできますよと、それが今逆になっていくっていう時代になるってことよ、日本の物価安いねと。まあそうやね、中国韓国になんかそうやね、で中国タイで台湾もそう、で香港なんてもっとそう、シンガポールもそうでしょ、もうシンガポール人の方がさらに日本人よりはるかに上なんで、でしょ、でヨーロッパの連中でアメリカ含めて、だから日本は物価安くて治安が良くてサービス良くていいですよねっていう国になっていかないとダメな、なるんだろうと思うわ、おそらくな、そうだね、でしょ、そうやね、まあ、そういったこうちょっと
頭を切り替えてね、今までと違った切り替えてね、うん、やっていかんとあかんでしょうね。もう前とはって今まで止まったわけだから、それは日本がみんな、まあ、テレビとかニュースはいろいろわわわわ騒ぐけど、日本が落ちたんではないんですよ、うん、日本は止まってしまってるんですよ、もう、うんうん、その今まで低かったところが伸びてきたっていうことなんで、うん、同じになってきましたよということなんですよ、うん、そうでしょ、うんうん、っていうことは基本的には、猫も杓子もバカも賢も経済をある程度のサラリーマンが経済的なところを自由を謳歌するんじゃなしにもう同じになってきましたから、もう全世界実力で戦っていきましょうということになってきます。人間的な力で、今日はこれまで、はい、はい、OK、 さよなら、はい、はい。